くんさん、これ返しに行きたい。え？あー、ねえねえ、ちょっと一瞬なんかあれしてくんね。一瞬ちょっと降りて、ちょっとだけ改良する。ねえ、降りていいよ、降りていいよ。あー、なるほどね。あー、そうだね。まあ返しに行こうか。返してくれるってすごいな。なんかめっちゃあれだね、ハイテクだね。なんか飛び方がなんか4部4な、跳ねるように飛んでるから怖えんだよな、これ。速い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 、すげえスピードで飛んでってる。ビルがもうちょっと左だよ、陰キャ。そうそうそう、ナイスナイス。はい、のじゃじゃ、オーライオーライして。帰ってきた、よかったね。ん、いや、あの推進器つけてるのじゃじゃ、これいいんじゃない、その辺で。おお、これ二人のタコはさ、二式も九十九式も同じリアクションだわ、これ。あのクローンだから同じリアクションになる。量産型モデルだから、それめっちゃ頑張ったのに、こっちを持ってるもの同じ。あ、なんか別のも来たよ、別の帰ってきたよ。あれ？モルカーじゃん。プイプイモルカー。これ陰キャ転生作ったの？あれ返してあげたし、これもらってく。俺の愛車。かわいそうだし、ちょっと待って。いや、このままじゃのじゃじゃかわいそうだなと思って、救済措置こんなもんかね。もうちょっとか、こんなもんかな。まだオーバーフローしてる。どっかくっついてる、これもしかして。飛ばないな、これ。組み立てれない、組み立てれない、これ。お手違い、上液飛ばすのに協力的なのまずいだろ。なんか、飛ばないね。なんでだろう。中抜きする？ちょっとみんな中抜きしてやってくれ。軽量化が必要だな。中なくね？バグってんのかね、これ。オーバーフローだね。気球 4%。門の判定残ってね、これ。あー、確かに。門の判定残ってる気がする。よかったね、なんかバグに気づけて。デバッグできたよ、これで。多分これ門の判定残ってるから、ここ使っちゃダメだ。よし、撤退撤退、デバッグ完了。よかったね、気づいて。じゃあちょっと門関係ない場所にしてみる。これならいけんじゃね。あ、ダメだ、いけた。あ、ほんとだ、ベビーフライ。はい、代わりのもんだよ、それ乗って帰りな。あとクリボーだな。はい、クリボー、これで勘弁して、それ乗って。あ、だ、出発してった。献上しといて、それ、中卒組に。なんか、門が献上できないね。なんかさ、その、なんか長月シップなんなの、その、この船何？あと、燃えてるな。テクスチャー荒い燃え方してる。まずい、戦闘機に背後を取られた。撃墜されるぞ。エンジンが壊れた。墜落する。ちょ、まずい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 。オスプレイ墜落したらまずいよ。なんか、来てね。いや、オスプレイ来た。おい、待ってや。映せない、映せない、ここ。やっぱオスプレイダメか。飛び方おかしくない？タコワッサ。呆然。あ、よかったよかった。でも、よかったじゃん、これ。オスプレイもらえたよ。あれ？あ、ちょっと待って、これまずくない？ビルにぶつかって爆発ってやばくない？ビルにぶつかって墜落するなんて結構やばくない？何？本日午後、アメリカ軍の輸送機が住宅街に墜落しました。いや、まずい。よくない、よくないやつだよ、それ。まあ、でも、ビルは無事だからな、のじゃじゃ。俺、頑張って作ったのに。なんで MC が、MC と陰キャ転生が戦ってんの、ここで。戦う意味あんの、ここ。なんで部外者同士がここで戦う、戦場になってんの、なんか。なんで戦場になったん？くんさん来て。はい。何アーケン。何これ、ダヨダヨの墓。あ、そっか、実はアーケンってダヨダヨがヨシコのチームに入れてキャリーしようとするためにダヨダヨが拾ってきたんだよ。でもダヨダヨがいなくなったってことは、つまり、結果ダヨダヨはいなくなった。ヨシコと二人でその微妙な距離感でどうするつもりなの？
もうなんか微妙に離れてるし、なんかヨシコとアケン距離。あとヨシコ何それ、ヨシコなんか、え、ひや、え、な、何ヨシコなんかチョコレート体に塗ったくってない、チョコレートなんか黒ずんでる、日焼け後泥を塗って日焼けを防ぐサバイバル術。なんかヨシコなんか なんでそれ汚くすんの、わざとわざとなの、その汚くすんのは。汚いんだよね、なんか皮膚が汚い、なんか。あ、黒人女性いない。あー、ポリコレクラフトってこと、多様性クラフトにするには黒人女性枠で確かにいるな。え、で、何その像。え、アーケンちゃんの像でしょ。アーケンちゃんなんか絡む相手間違えたかもね。50人クラフト入って。コノと絡み続けてればよかったかもしれないけど、タコワサってグループがあってさ。くんさん、お家作りました。家自体ウルンルーさんが作ってくれて、僕は内装頑張りました。アーケンの家。コノ置いてある。そこ、ヨシコは毒状態に行って、ヨシコの城作らせる予定なんだけど、確かに、なんか、土地の使い方がおかしい。てかさ、お互い自分が作ろうとしてなくない？なんか、ウルンルーに作らせたのと、ヨシコに作らせ、なんか、ヨシコ毒状態に作らせたっていう。どっちも自分でやる気なし。しかも、毒状態さんから頼まれた。あ、そうなんだ。毒状態が、え、ちょっと待って、ヨシコおかしくない？毒状態が城を作れっていうふうに、ヨシコは頼んだけど、ヨシコ、毒状態が実際したのは、ウルンルーにアーケンの家を作らせるっていう。毒状態がなんか保護にしてない、それ約束。中抜きされて中途半端、違うもの作られてる、なんか。中抜きされてるよ、なんか、ヨシコ。これが日本の伝統的な工法、中抜きするってことが三次受けぐらいにして、ウルンルー勢力すら違う。どうすんの、これ。爆破してしまえ。かわいそう。ああ、本当に爆破してる。でも、この像頑張って、あ。これが、50人クラフトの伝統芸能、新人イビリです。ウェルカムトゥー50人クラフト。作ったものは基本的に1パートか2パートで吹き飛ぶと思ってください。よっぽど手出しづらい相手以外は吹き飛びます。鈴木姉さんぐらいだね、吹き飛ばないの。結構貴重そうなアイテム消えたのが見えた。名前も取られます。あけん、これが50人クラフトやぞ。あ、泣いてる。お、マジでやめてくんねって言って。うるんるん。あ、陰キャか。なに何してんの、陰キャ転生。怒ってるよ、ウルンルーが。ん？何これ。そこ、有馬巫女寮。え、どういうこと？え、陰キャ転生は何をアピールしてんの、これ。これが何なの？マッコさんたちが集めてるからやめて。どうする？とりあえず、キルコマンド打っとく？え、何陰キャ転生。何の要件だったの？なんかちょっかい出したかったの？どういうこと？俺知らない。じゃあ、とりあえず、アッシー TP して、アッシー殺すよ。はい、迷惑量で全然落ちてねえもの。まあ中のものは全部取ってもらって、陰キャ転生のやったらいいじゃん。もうウルンルーが怒っちゃった。ウルンルーにもやらせてみるか。え、陰キャ転生のなんか大事なものってどこにしまってんの、これ。ダメだな、陰キャ転生の本拠地がわからんな。何をしようとしてんの、これ。陰キャ転生って。陰キャ転生は何をしようとしてんの。なんでここを必死に荒らそうとしてんの。いらんなら抜けるよ。やめるよ。どういうこと。え、おい、陰キャ、これ、ウルンルーがこれやめたら陰キャ転生責任重大だよ。バン IP だよ、陰キャ転生。病んでる。今日はバンしてる。なんか、アッシーと陰キャは荒らしてばっかだから、なんか、ペナルティー設けるか、そろそろ。アッシーと陰キャ、なくなってる。ナスさん、ここになった城壁は？ナスさん、ここにあった城壁どこ行ったの？あれ？ここに壁なかった？ここ。なんかおかしい。風通し良くていい感じじゃね？壁あった気がするんだけどな。ここにあるよ。ちょっと。持ってきたのか、代わりに。魚雷付きの潜水艦を作りました。え、すごい！潜水艦じゃん！え、なにこれ？やば！潜水艦だ！下に行きます。ちょ待って、安心飲む、ちょ待って。飲んだよ。目標直下、魚雷発射！え？あ、麦が魚雷なんだ。麦さん。
魚雷って言ってるけど、TNT って海の中だと物壊さないんじゃなかったっけ？麦さん？あ、麦に爆破された。まあまあ、演習だな、多分。魚雷に積んだ AI レベルが低すぎて、爆破の意味がなかった。何してんの、端子を、これ。端子を？何してんの、お前。なんでユッキーの銅像なんか立ってんの、ここ。何ここ？何の場所？知らない。なんでもない施設っぽいな。令和3年2月21日、当局の強制介入にクリボーカーや全ての不動産と土地を文字通りマジで失うことになった。後に残るのはわずかなアスレチックのみであった。民命処方現代ヤクザ大全第23巻黎明編より抜粋。クリボー会長は高飛び、キャサリンは失踪、バナナは力だけの脳筋、クリボー会が目をつけられないわけはなく、組織は解体され空き地になりました。いやまあだってゴリラビとベノムだもんな、そりゃそうなるよ。てか長月のところなんか見てないけどさ、なんか だいぶ変わってない様子が。あ、なんかすごい。なにこれなにこれ。ペンペが作った、長月移動劇場バージョン2。劇場マーク2です。バージョン1からデザイン名で革新的な進化を遂げました。じゃあこの動画の最後に一発やってもらうか。それでは。ん？長月じゃないの？一発。見てるよ、ほら。ダミトモと、長月。ダミトモと倉持見てるよ。あ、始まるよ。なんか壊し始めた。おう。長月さん？ああ、ちょっと待つか。はい。今から始まるらしい。どうぞ。倉持、これ大丈夫？なんか打ち合わせしてる。それやばいな。この頭離れたように見えんのか。ん？何？どうした？行きます。あ、はい、どうぞ。ごめん、興味失ってた、若干。V。 助けてくれ。倉持、これは一体？倉持、これ何？これ何？倉持、これは？ああ、なんか浮いてる、浮いてった。どっか行った。どういうこと？ごめん、全くわからん。どういうこと？終わったの、もう。終わり？終わり？解説してもらうか。ちょっとよくわかんないし、解説してもらいます。なんだかよくわかんないんだよ。はい、お願いします。すいません。いつもは、ちゃんと、自分の中で考えてるものあったんですけど、今回は、間違えちゃったっていうか、事故っていうか、本当はその V をやりたかったんですよ。僕 VC 行きます。あー、オッケー。ちょっと待って。倉持、奥に。でんでんぶりぶり恥さらし。お前のセンスはどこにある？ネタ出せ、泣き出せ、個性出せ。でんでんぶりぶり恥さらし。お前のセンスはどこにある？ネタ出せ、泣き出せ、個性出せ。でんでんぶりぶり長月、説明して。お前のセンスはどこにある？説明、V の説明して、早く。でんでんぶりぶり恥さらし。お前のセンスはどこにある？
ネタ出せ泣き出せこれ BGM だからはいはいいいよでんでんブリブリ恥さらしお前のセンスはどこにあるネタ出せ泣き出せ個性出せでんでんブリブリ恥さらしおはいということでまあよかったね何だったのいやいやまあいつもはネタを用意してたけど今回アドリブで、まあ、若干ちょっとぐたついたシーンがあったのはまあまずかったかなって反省じゃない長月のきっとあとはあのネタを出してほしかったみたいな不意だったから無理だったってあーいつも考えてあれなんだ